ではこのまま進めますので、はい、少々お待ちくださいませ。はい、あ、何これ、オン、テレビ電話にオンにしてください。これさ、GoPro？ あ、GoPro をさ、オンにすればいいんだよね。あ、上の赤いボタンを押して。あ、できたできた。 OK、 それでじゃあ画面の前に。めっちゃさ、始めますよ。西名まさきで、西名まさきと申します。誰って感じなんですけど、いきなりね、この画面を見ている方は誰って感じなんですけど、アズマンマリナ役の才川愛さんです。どうもー。なんですか、その、え、なになに、そのお面は何ですか。あ、ごめんなさい、失礼しちゃって。あ、今子供がいるんですけど、ちいちゃな、はい、幼稚園ママとかいるので、はい、お疲れしたくないので、すごい失礼なんですが、お面をちょっと作りまして、はい、ちょっと顔出し NG な感じなんですけど、はい、ちょっと音声だけでもご協力できたらと思って。大丈夫ですよ、あの、才川愛さん、風間まりなさんで大丈夫ですよね。あ、そうです。本人ということでよろしいですか。よろしくお願いします。本人ですって。本人です。ね、証明しようがないよね。大丈夫ですよ、ね、あの、そのお面はさ、子供が描いたママってことかな。あ、そうですね。今のマリナはそれってことかな、じゃあ。あ、そうですね。わかるかな。そうですね。あ、そう。いや、しかしなんかね、こういう形で出ていただけてありがとうございます。いえいえ、皆さん出てたかな。うん、あ、これマリナだけ CNG みたいなのまずいなと思って。あ、これ叩かれるなと思って。いやいや、叩かれはしないと思いますよ。ね、ファンの方は待ってるっていうだけで。そうそう、なんか待ってくださってるなっていうのを感じたので、うん、もう最初は結構やもがれしたくないなっていうのがあったんですけど、うん、こういう形だったら大丈夫かなと思って。っていうか、マリナいくつになったんよ今。うん、36歳になりました。36か。そう、てっぺいちゃんと同い年。そっかそっか。このメビウスの話を聞く前にですね、マリナのことをみんな知らんというか、俺も知らんからさ。ああ、今何してるかとか。そう、今は主婦のみ。そう、主婦、お母さんをやっています。え、お仕事は。お仕事もちょっとしてるけど。何のそれはお仕事してんの。あ、普通のジム。なんかさ、コメントとかでは、うん、マリナは動物病院で働いてるみたいなこと書かれてたね。あ、そうそうそう、あのね、独身時代はずっとそれをやっていて、あの、資格も取って、そう、お仕事に興味があったのもあって、芸能界の仕事は辞めさせてもらいました。っていうかさ、俺その詳しく知らんねんけど、いつ辞めた。メビウス終わって、うん、2年後ぐらい。え、めっちゃすぐやん。そう、すぐ。そう、すぐなの。なんかね、舞台とかはやってたんだけど、やりながらちょっとこう思うところあって、うん、あー、ちょっと待って。うん、ママママ呼んでるから、ちょっと退席していい。どうぞ、行ってらっしゃいませ。はい。いやー、子育て中のママは大変でございますよ。失礼しました。いや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 。え、じゃあそのメビウスやってる当時から、まあ他の仕事もやってみたいななんて思ってたってこと。あ、いえいえ、メビウスやってる時は全然思ってなくて、うん、この仕事始める時に、うん、ちゃんと思ってたことがあって、うん、3年やってダメだったらやめようとは思ってた、最初から。っていうかさ、ダメじゃないわけよ、メビウスっていうさ、誰もが憧れるような戦隊ものっていうのが、ウルトラマンの、まあ、だって女性隊員は2人しかいないわけだから、はい、そのうちの1人になっているわけじゃないですか。
はい、ダメではないじゃない全然。ああどうなんでしょうね。え、自分の中で何がきっかけでダメって思った？あ、いやダメっていうかね、まあ、やめたきっかけは、うん、そういう他のことにも興味があったからなんだけど、うん、なんだろうな、あ難しいな。メビウスは一生懸命やらせてもらってたんだけど、うん、その後もちょっとこう仕事はそんなに頻繁にはなくって、うん、でちょっと自分的にもうん、厳しいなっていうのがなんかあった、向いてないなっていうのもあったし、あーどうした、ちょっと待って、どうした、あ、ダメダメ、映んないで、いや、どうした、カットすりゃいいから、カットするかモザイクかけるから、どうした、僕名前なんていうの、今自分の部屋戻った、戻ったんかい引退したこともさ、我々は知らんわけよ。ああ、そうかもしれない。で、君さ、いつの間にか携帯の番号変えたよね。え、そう。あれ、そうだったかな。いや、俺君の電話番号が一番探すの大変やったから。あ、そうだよ。誰に聞いたの？俺トミー。あ、そっか。うん。っていうかさ、メンバーは知らんのになんでトミーは知ってんのって話やけど。トミーは、なんでだっけな、年賀状とかやり取りしてるよ何それ、あ、今でも、そう、渋谷さんは子供がさ、男の子だもんね、うち、ほうほうほう、だから、ウルトラマンのおもちゃとか送ってくれるの、たまにへえ、そうなんや、ちょっと見てよ、何をメビウスじゃないですか、ちゃんとえ、お前それ買った？いや、これはもらった、もらったんかい、でも今のやつとかもいっぱいあるよ、ほら、わかる？これはね、ウルトラマン Z の Z ライザーって言うんです変身するやつ、もうおもちゃもいっぱいある、あ、そう、そういう交流もあったり、あとウルフェスとかさ、コロナの前はやってたじゃん、うん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 、それとかに行った時にこうたまにトミーと渋谷さんは会ったりしてる、なるほどね、そうそうそう、あ、そういうのたまに行ったりしてるのね、行ってたよコロナの前は、ウルトラマン大好きだから、あ、子供はウルトラマン大好きなんや、そうなの、うちの幼稚園はねライダーよりもウルトラマン派が多い、そこでさ、そのマリナはウルトラマンの隊員やったっていうことはバレてんの？バレてない、うそやろ本当そう、まあ、容姿もこうだいぶ15年経つと変わるし悪くないと思うよ、そう、病院とか小児科行くとウルトラマン大全集みたいな図鑑があるから、たまにちょっとこうドキドキするんだけど全然バレない、あ、そうなんや、そう、見てる子供とかいっぱいいるけど、自分の子供には言ってんの、うん、ね、すごい小さい時にはメビウス見せてた、じゃあその自分の子供はママはウルトラマンの隊員のお姉さんやったってことは認識してるってことね、なんかうっすらね、へ、なんで出てんだろうとか、なんかそういう芸能のお仕事みたいなことは分かってないから、うん、昔地球をちょっと守ってたんだよぐらい言ってへぇ、普通にそういう感じ、そうなんや、うん、だから多分外人のメンバーに合わせたら、うん、あって分かると思う、へえ。マリナがママになってるなんてなんか想像はつかんわ一番なんかキャッキャッキャッキャしてたのに、ね、だってさ二十歳だもん、あの時二十歳か、未来くんとか19だったよね、そう19、20歳やったな、一番こうキャピキャピしてたね、うちらがキャッキャしてましたね、え、料理とかお前作れる？おいえ作れるよ、想像がつかない、いや毎日やってるからできるよマジでこんなこと聞いたら失礼やけど美味しいの？美味しいよ、パパからは本当に料理が上手だねって言ってもらえてます、マジか、うん、俺の中でもマリナはその当時で止まってるやんか、
うん、なんかキャッキャしてて料理なんかするイメージゼロやからさ。まあね、結婚してからし始めたよ。へえ。もうやんなきゃしょうがないから、やってるうちにこうできるようになってきたよね、レパートリーとして。旦那さんはそのもちろんそのテレビ業界とかそういう関係ではなく、うんうん、普通の方なの？普通の会社員です。へえ、そうなんや。すごくちゃんとした主婦をやっていますよ。結婚して何年ぐらいなの？来年で10年。10年？そうですよ。だから最可愛ですって自己紹介したの10年ぶりぐらい。すごい、10年も結婚してんの？そうだね、来年で。マジか。うん、それはすごいね。そう？お兄ちゃんはどう？いやいや、どうなの？ネット見ろ。ネット見書いてあるの？ネットに書いてあるわ、いろいろ。あ、そっか、じゃあちょっと検索してみる。あ、そう。